待たせしました。第2部です。第2部は金沢市を中心に活動されているフルートアンサンブルの団体ファンフルートフレンズの皆さんによるステージでございます。今回ですね、またあの例年あの参加いただいている、浦沢アンサンブルやサキソフォンアンサンブルの方々とまた違った演奏をですねお楽しみいただければと思います。それではあのご入場いただきます。ください。はい、皆様こんにちは。金沢から参りましたファンフルートフレンズと申します。本日はあの中野総遊会様の方でちょっとゲストとしてお邪魔しました。私たちはですね、フルートっていう楽器、横笛ですね、そちらを使って、みんなであの楽曲を、演奏すると。でフルートにも、まあ、いろいろあるんですけども、あの大きいのから小さいのまで、皆さんあんまりあの見たことがないようなあの楽器もあるかと思います。ちょっと最初に楽器だけ、見せますかね。ピッコロ見せてもらえますか。ちょっと小さいものですね。からフルートどなたか挙げてもらっていいですか。はい、これは普通のフルートって言われています。で私が持っているのがちょっと大きなバスフルートというもので、でここで立ってなんか土管のような4の字のものがあるのがですね、コントラバスフルートと言います。それぞれあの、移行楽器、高さが違う楽器でして、普通 の、 あのフルートを1としますとピッコロは1オクターブ高い音が出まして、バスフルートは1オクターブ低い音、コントラバスフルートは2オクターブ低い音が出ます。でこれらを使ってですね、今日は、合計8人で、アンサンブル演奏をお届けしたいと思います。まず最初の曲ですけども、星出直司さんの編曲で、四季の詩情、日本の歌をですね、いろいろと集めてメドレーをしています。ではお聴きください。Thank you.
でした。次の曲はですね、フルートアンサンブルのために、書かれた、楽曲で、思い出は銀の、笛という、組曲があるんですけども、そちらの中から本日は、シンクロルビー、第2アクションのシンクロルビーという曲をやっていきたいと思います。こちらの曲はですね、すべての楽章に、いろいろな色のタイトルがついてまして、赤とか黒とか、緑とかですね、まあ、そんな感じのタイトルがついてるんですが、2楽章シンクロルビー、レッドルビーという、名称になっています、赤い色を感じられたらいいなと思います。お聴きください。
ました、ディズニー映画から星に願いを変異したモンスターでした。さて次の曲が、最後になります、こちらの方も映画音楽になりますね、オートリー・ヘップバーンが主演で、大成功した映画で、マイ・フェア・レディという映画があるんですけども、その中から、踊り明かそう I could have danced all night、 こちらの方をお届けします。ではお聴きください。それではですね、アンコールといたしまして第2部にご出演いただきました
ファン、フルートレンズの皆様と、一緒に合同演奏させていただきたいと思います。演奏させていただく曲は、世界一と言ってもいいぐらい、有名な、マッチです。それではお聴きください。本日はご清聴ありがとうございました。記入の上、回収箱にお入れください。また、プレゼント
商品と交換してください。